前回の超わかる高校数学は、次の方程式を解いてください。二次方程式を解の公式で解く際、 B の部分が偶数の時は2で割ったものを新しい B として採用すれば、分母の2と分子の4は書けなくてよくなる。見た目が二次方程式でも、二次の係数が文字の場合は、二次の係数が0の時と0じゃない時に場合分けして考える。解の公式のルートの中身 B2 乗 -4AC は0以上にならないと解にならなくなるから注意しよう。この動画では解の公式を証明します。これは二次方程式の左辺を平方完成して無理やり X について解く方針で進もう。では左辺を平方完成しよう。まずは二次の係数 A で定数項以外をくくる。次に括弧内で無理やり二乗の形を作る。完成イメージは1次の係数を2で割ったものの2乗だから x プラス 2a 分の b の2乗。これを作るためには 4a 2乗分の b 2乗が必要。 4a 2乗分の b 2乗を追加する代わりに -4a 2乗分の b 2乗で調節しよう。そしたら用意したパーツで2乗の形を作る。最後に a を分配して整理すれば平方完成が完了する。では二次方程式に戻ろう。二次方程式の左辺を平方完成すれば、こう変形できる。右の項を右辺に移項するとこうなる。両辺を A で割るとこうなる。左辺の2乗を取って、右辺にプラスマイナスルートをつけるとこうなる。2A 分の B を移項するとこうなる。だから解の公式は成り立つんだ。ただ、解の公式を利用するときに、今日は使った証明はイメージしなくて OK。解の公式を使うということは、この一連の作業を一瞬でやったことになる。公式というのは、こういうめんどくさい作業をやったことにして、ワープするための魔法だから、もし君が数学者になりたいわけじゃなくて、志望校に合格するために数学を学んでいるなら、どうして公式が成り立つのかをゼロから頑張って理解することより、丸暗記でもいいから、公式を覚えて、覚えた公式を使ってみることで、思考時間を短縮することに意味があるというのが、僕の理論。もちろん、公式が成り立つ理由を知っている方がいいし、何でもかんでも丸暗記するのは効率的じゃないけど、時には理屈抜きで覚えてしまった方が目的を達成しやすくなるという考え方をぜひ参考にしてください。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたらぜひチャンネル登録お願いします。 Twitter は公式ホームページから、次の作品とこの単元の再生リストはこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。